倉田哲夫は、日本の俳優。本名、柿の本の哲夫。東京都江東区出身。千葉商科大学附属高等学校卒業。インフィニ所属。息子の柿の本の幸太郎も、俳優として倉田と同じ事務所に所属している。高校時代より、東映演技研修所に在籍。大学受験に失敗し、進路について考えていた1987年6月、新。 仮面ライダー主役工房オーディションを友人に勧められ、優勝賞金の100万円にも引かれ応募し、南光太郎、仮面ライダーブラック役で俳優デビュー。同作では自ら主題歌も歌唱し、一躍人気を得た。1988年には、続編の仮面ライダーブラック RX でも、南光太郎役として、続編、歴代の仮面ライダー主演俳優の中で最も長く、 主役仮面ライダー役を務めている。また、ブラック放映開始時点で、倉田は19歳であり、当時としては仮面ライダー役最年少であった。1989年には、原高人監督、別品の街で本格的な映画デビューを飾り、1991年には NHK 連続テレビ小説、君の名は、の主人公。 高級春季役に選ばれ、藤家町子役の鈴木京香と一年にわたって共演し人気を博す。また、TBS、渡る世間は鬼ばかりシリーズにも秋葉和夫役として長らく出演した。趣味の一つが麻雀である。2001年に芸能生活15周年を記念したパーティーが開催され、同じ時期に倉田鉄を講演会ができた。 2009年7月25日に株式会社ズイーズワーカーズより倉田鉄を公式グッズとしてブラック T シャツが発売される。さらに同年9月25日に大浜商事株式会社より同じく倉田鉄を公式グッズアロマメタルペンダントが発売されるなど2009年は倉田の活動が例年になく活発になる。倉田の経営する ステーキハウスベリーザキット東洋町店はファンとの交流の機会を設けるための場所としての側面もあり未だに仮面ライダーファンが連日押し寄せているそれを見て倉田は改めて作品に対してすごいなという感想を抱いたというなお倉田が調理場に立つこともある東洋町店には倉田自身がプロデュースしたブラックステーキと RX ステーキという 両作の仮面ライダーを意識したメニューが存在する。配信アプリの17ライブの倉田のアカウントでは、東洋町店の厨房の様子を主に配信している。前述の経緯で主役に抜擢された倉田は、2年間の最後、RX 最終話の撮影では感極まって、共演者と共に泣きかけたが、スタッフより、幸太郎が泣いちゃダメだよということを言われ、こらえながら演じたという。 また、劇場版では、原作者、石森章太郎と共演、今後倉田哲夫を超えるヒーローは現れないだろうという言葉を受け、涙が出るほど嬉しかったと語っている。南光太郎として、有名になった倉田であるが、イメージが強すぎて、どこへ行っても、仮面ライダーブラック、南光太郎と呼ばれ、芸名の倉田哲夫で呼ばれることがなかった。 当時の演技にも満足していなかった倉田は、そんな状況に反発して、ヒーローとしてのイメージを払拭し、俳優としての倉田哲夫として見てもらいたいと考え、作品も当時は見返さなかった。しかし、時が経つにつれてその感情は薄れて、徐々に子供と見返すようになり、一緒に見ながら当時を思い出して涙したと語っている。後年のインタビューでは、仮面ライダーブラック、 仮面ライダーブラック RX は自分にとって宝物です。自分にとって大きな経験だったなど、同作品に対する愛着の深さが伺えるコメントも残している。作品の人気も再認識しており、現在もなお、高太郎としてのイメージを壊さないため、体調管理には気を使っているという。喫煙者であるが、南高太郎を演じていた頃にプライベートでタバコを、 吸っていた時に、現場を小さな子供に目撃され、南光太郎がタバコを吸ってる。とその子供がショックを受けたことがきっかけで、人前でタバコを吸わないようになったと、ヒーローを演じる上での私生活管理の大変さを語ったこともあった。ブラック放映当時、笑っていいとも、のコーナー、いい男選手権に出演した。司会のタモリから、仮面ライダーの中は、君が入ってるんじゃないよね などと子供の夢を壊されそうな、際どい質問をはにかんだ笑顔で交わした。ブラック RX の放送中、当時の人気ドラマ、もっと危ない刑事へのゲスト出演が予定されていた。第15話、不悪で、密かに思いを寄せていた、銀行員が銀行強盗に殺害されたため、事件を解決できなかった刑事を逆恨みして付け狙う、青年役として出演することが、 テレビ番組ガイド雑誌などに掲載されていたが、実際の放送ではこの青年役を唐沢二郎が演じている。この時のスケジュール都合などの諸事情については不明である。なお、RX 終了後、倉田は危ない刑事の主要キャストとメインスタッフが集結したドラマ、勝手に仕上がれへ。ブラザーに水上主役でレギュラー出演した。 はしゃぐシーンで変身ポーズを披露したこともあった。危ない刑事本編には、危ない刑事、リターンズで、東木保役で出演している。また、仮面、ノリガエへのゲスト出演のオファーがあり、倉田本人も乗り気であったが、許可が降りずに実現しなかった。2005年12月4日、ワールドキャラクターコンベンション、東京ビッグサイト会場にて、仮面ライダーブラック南光太郎役を演じた。 役者として、サイン会を行う。2008年9月14日、石ノ森翔太郎ふるさと記念館にて、仮面ライダーブラック及び、仮面ライダーブラック RX 主演俳優として、トークショー、サイン会を行う。先日、東映の制作人との食事会の際に、仮面ライダー、仮面ライダーブラック及び、仮面ライダーブラック RX の続編の制作の、 話を持ちかけたことを発表した。これに対し東映側にファンの署名運動などを通して時代が復活を望むと判断できれば続編の制作を前向きに検討すると言われ、倉田自身も深夜の一クールでも良いからと続編の制作を熱望していることをファンにアピールした。後年のインタビューでもスーツアクターの岡本次郎とタッグを組んで 再びブラックを演じることが夢だと語っている。また、その時の個人的な願望として、マリー・バロン役は、高畑順子でのキャスティングを希望している。そして、2009年8月8日公開の、劇場版、仮面ライダーディケイド・オールライダー対大ショッカーで、南幸太郎、仮面ライダーブラック RX 役で出演。それに先駆け、同じく、テレビシリーズの、 仮面ライダーディケードにも、南光太郎、仮面ライダーブラックブラック RX 役でゲスト出演。TV 作品としては20年ぶりに光太郎を演じることとなった。また、本作では、ブラックと RX の同時変身も実現している。 ディケード出演の話が来た時は、倉田哲夫の原点である作品を演じることで自分を見直そうという意図や作品への思い入れから即承諾した。これをきっかけに、倉田は各所でインタビューを受ける機会が増えており、その都度仮面ライダーブラックへの思い入れを語っている。ありがとうございます。